よろしくお願いします。今回は自分が持っているレゴをほぼすべて紹介していきます。ひとまず部屋中のレゴを一箇所に集めてきました。前回作った街を解体したためバラバラのパーツが多くなっています。そのためパーツの種類ごとにまとめて整理して保存しています。お気に入りの建物は壊すのがもったいないのでバラバラにせずに保管します。このケースには車とかいろいろなものが乱暴に入れられています。もっときれいに収納したいのですがスペースが限られているのでとにかく詰め込むように落ち込んでいます。先ほどの雑な収納とは裏腹に各パーツは丁寧に保存しているつもりです。特にこれらの収納ケースはこだわりを持って作りました。これは100均で売っているケースです。100均をたくさん回ってこのケースを大量に集めました。このケースの便利なところはたくさん重ねることができるところです。木の板の上に並べて高く積み上げています。さらにこのように動かすことができます。木の板の下に無印で買った台車を取り付けているためスムーズに運べます。運ぶときに毎回持つのは大変なので台車をつけるのはおすすめです。ここからはケースの中身を紹介していきますが数が多すぎるので軽く紹介程度にとどめておきます。今開けているところはプレートパーツをしまっているところです。色ごとに分けて保存しています。ガラスパーツはレゴストアでできる詰め放題でたくさん取りました。大きいパーツです。タイルパーツはなんとなく仕分けています。大きい濃い灰色のブロックが薄い灰色のタイル、アーチブロック、スロープブロック、縁が丸いブロック、ヒンジパーツ、大きい濃い灰色のブロック、側面にポッチがついているブロック、こんな感じで用途に合わせて分別しています。後のところは普通のブロックが入っています。ここには窓やドアのパーツがありました。ちょっと入りきらなかった分は100均のケースに入れてあります。こちらのケースはニトリのレターケースを5段合わせたものです。ニトリのレターケースは使い勝手が良くておすすめです。これも同じように台車の上に載せています。収納箇所がたくさん分かれているのでサクッと紹介しちゃいます。3つの容器は幅が広いものにしています。そのため大きいプレートやベースプレートを収納することができます。以上すべてが自分の持っているレゴになります。このレゴを使って
これから新しい街づくりに取り組みたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。